エディンバーグは、アメリカが州国テキサス州南部、メキシコ湾に近い左ゴ軍に位置する都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年の国勢調査では、人口7万7千100人だった。2012年の推計では8万1029人に、増加している。エディンバーグは、マッカレン・エディンバーグ・ミッション大都市圏及びレイノ、例のサマッカレン大都市圏に属している。 1908年、ジョン・クロスナー、ウィリアム・ブリックス、アーガイル・マッカレン、プルタルコ・デ・ラビーニア、デニス・ビー・チャピンが新しい街を開いた。その街の広場は現在アメリカ国道281号線とテキサス州道107号線の交差点にある。この街は開発者の一人である、チャピンからその名前を取られた。その後、ヒダルゴ軍の軍長所在地になったが、 それまでの軍庁所在地から軍の記録を写すために夜の闇に紛れて実行するという劇的な展開を経たものであり、しかもサンアントニオのダンブリーム酒場でデニス・ビー・チャピンがオスカー・ジェイ・ラウントリーの射殺事件に巻き込まれるというおまけがついた。町名はスコットランドのエディンバラで生まれた著名事業家ジョン・ヤングの栄誉を称え、エディンバーグに改名された。 1919年には法人化された。エディンバーグ市は、北緯26度18分15秒整形98度9分50秒、北緯26.30417度整形98.16389度、26.30417-98.16389に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 地域全面積は37.4平方マイルであり、このうち陸地37.3平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.13%である以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。市内の高等教育機関として、テキサスパンアメリカン大学とリオグランデバイブル大学がある。また南テキサスカレッジ地区に入っている。 地域の大半は、エディンバーグ統合独立教育学区に入っており、高校4校、オルターナティブ学校1校、中学校6校、小学校20校が含まれている。地域の小部分は、マッカレン独立教育学区に入っており、小中高校各1校がある。また、南テキサス独立教育学区が、エディンバーグ市を対象とするマグネットスクールを運営している。 南テキサス実業教育工業アカデミーが市内にある。また、マーセデスにある医療専門南テキサス高校を呼び、南テキサス科学アカデミーへの進学を選ぶこともできる。カトリック・ブラウンズビル教区がセント・ジョセフ・カトリック学校を運営している。エディンバーグ市はダスティン・マイケル・セクラ図書館を運営している。市内には、元のヒダルゴ軍歴史博物館、 現在の南テキサス歴史博物館がある。エディンバーグ市は、左ゴ軍の軍庁所在地であり、刑事地区検事事務所、地区裁判所、左ゴ軍裁判所、コミュニティ観察共生部、左ゴ軍少年保護観察部、左ゴ軍保安官部、軍判事事務所、税評課官と徴収官事務所、軍財務官事務所、軍監査官事務所、退役軍人サービス事務所など、 軍の主要な施設の大半がある。左ゴ軍軍政委員会の第四選挙区はエディンバーグ市となっている。州政府の機関もある。第13公訴裁判所、テキサス州司法省の児童支援部、テキサス州健康サービス部、人的サービス部、保護、規制サービス部、公衆安全部などである。テキサス州青年委員会がエディンバーグ市近くに施設を持っている。 テキサス州刑事司法部が市内にロペスユニットとセゴビアユニットという二つの施設を運営している。アメリカ合衆国国境警備隊リオグランレバレー本部が市内サウスイクスプレスウェイ281号4400にある。アメリカ合衆国郵便公社が市内ジャクソン道路南410で郵便局を運営している。アメリカ合衆国会議員ルーベン・ヒノホサが市内に 地域事務所を開いている。野球の独立リーグであるノースアメリカンリーグに属するエディンバーグロードランナーズがエディンバーグ市を本拠にしている。近くにある商業空港として車で20分のマッカレン市にあるマッカレンミラー国際空港とエディンバーグ市からは車で40分のハーリンジェンにあるバレー国際空港の2つがある。 エディンバーグ市内にある南テキサス国際空港はエディンバーグ市が所有運営する公共用途空港である。エディンバーグ市で聴取できるラジオ局は AM1 局、FM9 局があり、スペイン語によるものもある。テレビ局は全国ネットのものを含め10局ある。地域の新聞として次のものが発行されている。ありがとうございます。